このちょっとした色の配色だけでも、え、スウェードって冬のもんじゃないんですか？この筒ですね、袖の筒はちょっと細めに。皆さんこんにちは、メンズファッション TV 松田純です。この番組では毎回メンズファッションの楽しさ、コーディネートのポイントなどをお伝えしていきます。さて今日はクールビズで失敗しないおしゃれに見えるポイントについてお伝えをしていきます。皆さんクールビズどんなねことに気をつけてますか？クールビズでもジャケットは着ますというそこのあなた、素晴らしい素晴らしい方ですけども、私も数年前まではですね、クールビズ何事だ、ジャケットを着ないでどうする、シャツ姿で歩く、そんなの下着で歩くのと一緒ですよ、なんてね言っていた時代もあります。あるんですけど、これ洋服屋さんあるあるで、確かにねアパレル業界の人はジャケット着ましょうという、まあ、この意見もわかるんですが、近年はですねもう猛暑を通り越して38度40度と暑いんですよ。そして都心部はそこからアスファルトに反射したまた熱がすごいです。この酷な状況でジャケットを着て歩きましょうとはなかなか私も言えないわけですし、まあ、世界的にもですねちょっとジャケットを脱いだスタイルっていうのがビジネス的にも定着してきたようにも昨今思います。もちろんね冷房が効いた環境でジャケットを着るっていうのはきちんと見せる意味ではいいと思うんです。やっぱり脱げば脱ぐほどだらしなくなりますから、ただジャケットを脱ぐ、ただネクタイを外せばいいのかって言ったらね、そうではないわけですよね。じゃあどんなことに気をつけながらこのクールビズっていう期間楽しめばいいのか、装えばいいのかということ、私の思っていることをお伝えしていきます。完全なる私のね主観でお伝えしていきますので、ね、皆さんもご意見あろうかと思います。ぜひね皆さんが気をつけていることやご意見ご感想はコメント欄でいただけると私もとっても勉強にも励みにもなります。クールビズで押さえておくべきポイントその1は色です。色は2つご紹介しますけども、1つは涼感漂うブルー系統です。やっぱりブルー、水の色、海の色っていうことで涼やかな色なんですよね。反対で言うと赤ですよね。ですからその鎮静化を図るときにはネイビーのタイをつけて民衆に演説をするっていうようなことが大統領なんかでもありますが、やっぱりねこの涼感落ち着きっていうものが出ます。ですからこのブルー系統っていうものを意識してコーディネートしていただくと、このクールビズの期間とても良いのではないかと思います。自分自身も色を感じる、これは人間色を感じるようにできてるんですね、肌が。はい。でそれもそうですし、周りにも涼やかな色で印象を与えると涼しいだという、ね、こういう効果も本当にあるんです。例えば人間真っ赤なカーテンの部屋にいるとなかなかいられないと言いますが、もう暑くなってくる、体感温度が3度上昇すると言われますし、逆に真っ青なカーテンの部屋にいると体感温度は3度下がるというふうな研究結果もあるぐらいに色を感じる生き物ですから、これだけでも冷房節約になるかもしれないですよね。それもありますし、ブルーという色が非常にこの春夏といったところとも相性が良いです。このブルーのコーディネートをするときなんですけども、ポイントはブルーと茶を混ぜて使うということです。ブルーと茶、イタリアではアズーロエマローネという言葉があるんですけども、これは紺と茶色ってすごく相性がいいですよってことなんです。ですからブルーのシャツ、サックスブルーのシャツですね、それからネイビーのパンツ、トラウザーズです。はい。こういった組み合わせで茶色のベルト、茶色の靴にしてあげるだけでもかなりこなれ感が出てくるわけです。ただただ白シャツ、ネイビーのパンツ、黒い靴っていう風にやるよりは、このちょっとした色の配色だけでもおしゃれさを醸せるということで、ぜひねこの茶のアイテムとミックスをして使っていただきたいなと思います。まあカバンの中もちょっとカバンのね部分がレザーが茶色なんかのものをこういうクールビズのブルースタイルとミックスしていくととてもこなれ感が出ますので、まず簡単にできることとしてブルー系統ということを意識してみてください。でサックスブルーのシャツにネクタイを足そうかなって方は、やはり
ブルー系統のネクタイなんかを持ってくるとさらに涼感が増します。まあ、ネクタイしないって方はね、今のようなブルーを意識したスタイルで作っていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、色のもう一つなんですけども、こちらはベージュです。ベージュってね、コットンのセットアップスーツとかお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけども、とてもカジュアルで、ね、リラックスした雰囲気が出ます。で、その中のジャケットを脱ぐということはパンツが色の主体になるわけですけども、このベージュ、ね、ベージュといえばチノパンです。チノパンはしっかりと真ん中に線がピシッとね、折れ目が入ったクリースが入ったですね、こういったきれいめなスラックスパンツを選んでいただきたいんですけども、このチノベージュ合わせる時のポイントとしては、ベージュに濃淡をつけていくとコーディネートがしやすいです。まあ白とベージュもすごく相性いいですけども、薄いベージュ濃いベージュっていう風な濃淡で組み合わせるとトーンオントーンといってトーンで見せられるコーディネートになりますので、ベージュ系統はこういう風にトーンで色を作ってあげていくと綺麗です。まあちょっとね、クールビズではなかなかないかもしれないですけども、春先でしたらベージュのパンツにベージュの薄手もしくは濃い、ね、トレンチとかを持ってるだけでもかっこいいわけですよ。はい、ということで色ということでベージュについて解説をいたしました。このベージュは当然ですけども茶色の仲間ですから、茶色の革小物、靴、カバンなんかで合わせていくとそれもそれで非常におしゃれです。ということでクールビズのポイント1、色ということで2つの色のコーディネーションについてお伝えをいたしました。クールビズでの着こなしポイントその2、シャツです。で、シャツにはいろいろあるんですけども、一番おすすめしたいのが素材です。素材の中で一押しなのが、私が今着ているこのシャツもそうなんですけども、これね、ジャケットの下に着ているこのシャツはリネン素材なんです。リネン、つまり朝なんですよ。これはですね、もう着たことがある方わかると思うんですけども、とっても涼しいです。本当にこうやってジャケットのインナーとして着ることもできますし、1枚で着ることもできて、汗のね、発散性も抜群なんですね。で、その昔はリネンって、シャツはリネンだったんです。貴族たちが着ている、ね、スタンドからウィングからのシャツ、こういったものは高級素材とされていたリネンでした。それからベッドのね、シーツとかもリネンだったんですね。高級素材だったわけです。で、それを証拠に、今でもホテルにリネン室ってありますよね。はい、つまりリネンのシーツがリネンだったってことなんで、そこに保管されてたりっていうことなんですけども、リネンが高級素材で、この後の時代に綿ですね、コットン、綿花っていうものが大量に入ってきて、イギリスにこれを安くね、まあ、インドから入ってきた綿花がマンチェスターで売られてって、これでコットンっていうものが出来上がって一気に価格が下がるんですね。で、なのでどちらかというと元はリネンであり高級である、そして涼しい、そしてね、発散性にも優れていてビジネスにも使えます。シャツ1枚でのクールビズでのシャツで着るんなら、私はまずこのリネンのシャツ素材をおすすめします。本当にね、まあ着てるだけで涼やかさも出せるし、いいことずくめなのがこのリネンという素材なので、意外とリネンシャツお持ちじゃないって方いらっしゃるかもしれませんけども、私はクールビズの時こそこのリネンシャツを強くお勧めしたいなと思います。基本色はですね、白とかサックスブルーとかこういった色でしたらビジネスでバッチリ使えますので、まあ、これちょっとね、変化球で茶色のロンドンストライプですけども、まあ、ベージュ系統に合わせるんだったらこういうね、茶系のものとかベージュ系統のものもいいとは思うんですけども、まあ、基本ベースは白、サックスブルーといったような標準色を揃えていけば万能ですし、まあ、それ以外のシャツもこういったね、柄物っていうのもカジュアルにも使えます。はい、このシャツを着る、このシャツのポイントなんですけども、デザインとして、まあ、通常のクラシックなセミワイドとかワイドといったようなカラー、レギュラーというカラーもこれも良いんですが、あえてここで1枚のシャツで着るんでしたらボタンダウンシャツはいかがでしょう。ボタンダウンのシャツは実はですね、これ襟元にボタンがあるシャツですけども、これネクタイをする目的として作られたシャツなんですよ。一応これだけ補足しておきます。このボタンダウンシャツはブルックスブラザーズっていうブランドが
もともとね諸説ありますが、ポロ競技の時に襟がパタパタしないという目的でここの襟元にねボタンが付けられてた。それを見たジョン・ブルックスさんっていう方が、あ、企画してたシャツとしてこのポロ競技のねボタン案はどうだろうということで、そういうふうにねなったんじゃないかって言われてますけども、実際にはですねこの当時のアメリカでは富裕層の方が出張に行く、その時にくるくるくるっとトランクの中にシャツを入れると、で戻すとどうも襟がきれいに収まってないと、でここを合理的に解決できないかってことで、じゃあボタン止めちゃったらどうですかというような、なんか開発があったんじゃないかという話もね聞いたことがあるわけです。まあこの辺りの話は置いといて、もともとネクタイをしてしっかりと仕事をするシャツっていう目的でこのボタンダウンシャツは開発されてはいます。ただ現代においてネクタイを外した時にやっぱりこのボタンダウンシャツっていうのはクールビズのシャツとしては非常に成立しているのではないかなと私は個人的には感じますので、ボタンダウンシャツお持ちでない方はぜひ、ね、これリネン素材でもいいですし、そうじゃないものでもいいんですけども、ボタンダウンのシャツっていうのもこのクールビズにトライしてみてはいかがでしょう。ただ一つだけですね、ボタンダウンのシャツ取り扱い注意でございまして、私が思うにはですね、このボタン見えるところですけども、思いっきり色を変えて白シャツにピンクのボタンとかブルーのボタンで遊ぼうっていうのはあまりしない方がエレガントかなと思います。はい、シャツね最初ねオーダーしようかなと思うと、あれやこれやステッチ入れようかなとか、ボタンの色変えようかなとかですね、ボタンの付け糸の色変えようかなとか遊んでしまいたくなるんですよ。なるところをグッとこらえてね、ジェントルマンはグッとこらえてシンプルに、シンプルイズザベストということでですね、はい、行った方が長く愛用いただける王道オーセンティックなシャツになるかなと思いますので、細部はできるだけシンプルに、でボタンダウンはこれ歴史としたボタンダウンというデザインのシャツですから、こういったものをクールビズだからこそ装うというのはいかがでしょう。クールビズの着こなしポイント、3つ目はパンツです。パンツはこれ素材ということで、ウールの場合のおすすめがございます。でそれが何かっていうと強粘紙なんですね。強粘紙って強く寄った糸ということで、強くねこう寄るわけです。18回以上寄ると強粘紙と言われる糸になりまして、例えばゼニアの中にもトラベラーってブランドありますけども、これ強粘紙なんですね。強く寄っている、つまり丈夫ですよと、シワに強いですよということで、まあ、こういうものをパンツの素材、トラウザーズの素材にしていただくと非常に素手に強い、ね、ですから汗にも、まあ、幾分か強いです。何もしてないよりが、甘いものよりは強く酔ってあるものの方がやっぱりこのクールビズ時のパンツトラウザーズとしてはベストなんではないかと思います。ですからこれもしねお店オーダーされる方は、強粘紙のボトムスパンツが作りたいんですけどといえば、おそらく店主の方わかると思います。強粘紙にもいろいろありますが、例えばね特に夏場でおすすめなものとしてはフレスコっていうものがありますね。はい、まあ、ポーラーと呼んだりもしますけども、このフレスコくださいといえばお店の方わかると思うんですけども、まあ、本当にねたくさんの糸をこう寄っていくわけです。で3本の糸を1本に、しかも強粘で寄る、これ強いですよね。はい、強い糸を折ってこうバスケット状に乗っていくと、当然感覚もぐっとこう、ね、隙間が生まれますので涼しいです。まあ涼しいっていうのはちょっと語弊があるかもしれませんけども、ちょっと風を感じやすい部分もありますので、やっぱりこのクールビズジのパンツっていうことで強粘紙っていうものを意識してみてはいかがでしょう。でもう一つはやっぱりコットンなどになっていくかと思います。はい、コットンのボトムス、まあ、パンツ、チノパンですよね。こういったものになっていくんですが、私はやっぱりこの強粘紙って言ったところ、ウールの強粘紙っていうのはすごく重宝しますので、ぜひこのクールビズジなんかには注意してみてはいかがでしょう。で、クールビズのポイント4つ目なんですけど、ベルトです。ベルトをするのかベルトをしないのかって2つのパターンで解説をしたいんですけども、ベルトするのが普通じゃないのと思ったあなた、ベルトじゃない選択もあります。で、1つ目にベルトをする場合は、メッシュのベルトなどのちょっと素材がカジュアル感だったりとか、いわゆるレザーのスムースレザーで普通にスーツに合わせるようなベルトよりはちょっと軽やかなものを選んであげた方がいいと思います。なんでかって言ったら、もうそのまんまベルトが見えるからですね。こうやって上下で着ているときはそんなに覗かなかったベルトが
見える、思いっきり見えるわけです。ジャケット脱いでると。ですから、メッシュベルトなんかのような素材感のあるものは、ベルトの部分でも主張できるので、素敵なんじゃないかと思います。間違ってもですね、LV と書いたようなですね、ロゴがボーンと来たようなベルトだけはご勘弁いただいた方が良いかなと思います。はい。あなたはブランドの方なんですか？それを宣伝してるんですか？というようなですね、何かすごいマークがバックについているもの。これはですね、ちょっと痛々しいかなと。ブランドが歩いてきてるみたいな感じっていうんですかね。はい。ベルトは、そこはバックルはシンプルなものを選んでいただきたいなと思います。そしてですね、ベルトをしないならどんな選択肢があるのか、これは2つでして、1つはブレーシーズ、いわゆるサスペンダーで釣るというスタイルです。サスペンダー見せていいのってことなんですけども、私はサスペンダー見せてかっこいいと思います、うん、でもう1つ、サスペンダーしないんだったらどうするのなんですけども、サイドビジョーというですねタイプですね。もうベルトしないですっていう、ベルトレスっていう設計がパンツにありまして、まあ、既製服でもありますし、そうじゃなくてオーダーするって方も、このベルトレス、サイドビジョンって言って、サイドで調整をする。これね、本当に楽なんですよ。調整、ここでピッピッとできるんで、意外といいです。そして、このベルトレスって、見えてもかっこいいんですね。シャツをタックインして、ポロシャツをタックインして、このベルトレス、横のサイドビジョンを見せる。これがクラシカルで、かっこいいので、ぜひですね、パンツのサイドビジョンっていうところにもこだわってみてください。で、パンツの部分の最後なんですけども、裾はダブルが良いと思います。まあ、なぜかっていうとですね、どうしても夏素材のウールとかも軽やかになります。ウェイト、目付けといって重さが軽いので、ライトウェイトになりますから、ちょっとでも重みをつけて、スッとパンツを落としてあげるためにも、パンツの裾はダブルの方がクールビズ時は良いのではないかなと思います。そしてクールビズで気をつけたいポイント、5つ目は靴です。どんな靴を選べばいいのか。1番目に、私のクールビズ時のおすすめはスエード素材です。スエードって冬のもんじゃないんですか？起毛してるからそう思われた方もいらっしゃるかもしれないですが、これは年中使える万能アイテムです。ですから、スウェートのスリッポンと呼ばれる、いわゆるローファーとか、ね、紐がないタイプは、クールビズのこの上下、引き算ファッションにはすごくいいです。逆に、紐靴で、内羽式のかっちりした、普通のクワ靴を合わせてると、なんだかチグハグなんですよね。ですから、まさにジャケパンなんかにも合わせやすいローファー、しかも茶のスウェードとか、焦げ茶のスエード、ネイビーのスエードなんかかっこいいと思います。はい。で、ローファーっていうことで、黒、茶とね、持っておくととっても重宝しますから、黒と茶でこう合わせていくとね、良いと思います。まあ、茶っていうのは結構ね、重宝します。このクールビズの時は冒頭で申したように、ネイビーのブルー系統のものに茶が合いますので、ダークブラウンのローファーは一足持っておいて損はないと、私は言い切れます。あとはですね、サイドにこのストラップがついたサイドモンク、ダブルでストラップがついたものとか、こういうタイプもクールビズファッションいいですよね。はい。まあ、ポイントとしては、紐靴で内羽のいつもの革靴じゃなくて、ちょっと引き算に合った、適したこういう靴を選んでいくといいですよね、ということで、ペニーローファーとか、それからタッセルローファーとか、あとはサイドモンク、こういったものが相性がいいと思います。ということで、今日はクールビズファッションについていろいろあれやこれやとお伝えしてきました。皆さんはどんなポイントがありますか？まあ、人によってはですね、ギンガムチェックのシャツがいいっていう方もいらっしゃると思います。これもシャツ編ではお話ししませんでしたけども、ね、ネイビーのギンガムチェックのボタンダウンシャツとか、こういうものもね、すごくおしゃれ感出せますし、良いと思います。で、もう一個ポイントなんですけども、これは女性のイメージコンサルタントの方が言ってたんですけども、クールビズで、ジャケットを脱いで、そうするとですね、パンツのヒップが見えます。その時に、おしゃれなハンカチーフをお尻のポケットにね、スッと入れて、ちょっと覗いてると、可愛いですと、女性ならではの意見をいただいたことがあります。まあ、これ実に女性的ですけども、確かにね、ちょっとしたそういうところを女性は見てるということですから、引き算引き算引き算なので、そういう細部にどれだけこだわれるか。例えばソックスもちゃんと履いてた方がいいですよね。はい。くるぶしソックスもありますけども、
私はちゃんと履いてる方がクールビズの時は良いかな、きちんと見えるかなと思いますね。ただただ脱ぐ、ただただシャツ、ただただネクタイ外すだとね、それで半袖シャツだとこれね、もうだらしないっていう、もうただそれだけになります。はい。で、言い忘れたんですが、最後になります。くれぐれも長袖を着ましょう。はい。クールビズで私は半袖のシャツも確かに見ますけど、長袖派です。長袖を腕まくりしてた方がかっこいいんですよ。はい。絶対にシャツは長袖で、長袖というところだけはね、頭に入れてください。まあ、それでも半袖着たい方はいいですよ。いいんですけども、この筒、ですね、袖の筒はちょっと細めにしていただくことをお勧めいたします。ということで、今日はクールビズでの着こなしポイントをお伝えをしてまいりました。皆さんはどんなことをね、気をつけてこのクールビズというほとんど半年間を着こなしますか？皆さんのこだわりポイント、皆さんが今日の中でやってみようかなと思ったこと、すでにやってること、ぜひコメントいただけるととっても勉強になりますし、励みになります。ということで、この番組が少しでも面白いなと思っていただいた方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録をして一緒にセンスを磨きましょう。さて、明日は何今日、次回の動画でお会いしましょう。